母大事、荒木光弘。居間で新聞を読んでいると、小学2年の孫の授業参観に行っていた妻と嫁が笑いながら帰ってきた。いつも厳しくされているのに、やっぱりママのことは好きなんだねと妻が言うと、本当に嬉しくて泣きそうになっちゃったと嫁が言った。何事かと聞くと、教室の後ろの壁に生徒の書いた習字の半紙が貼ってあり、私の大事なものという題で書かれていた。勉強大事、友達大事、スポーツ大事など、いろいろな言葉の中に孫の半紙を見つけた。そこに書かれていたのは、母大事。それを見た妻と嫁は目を合わせ感激したという話であった。へえ、あの子がね。私は驚いた。毎日毎日のんびり屋の孫は、早く起きなさい、宿題やった、さっさとしなさいなどなどせかされていたから。妻と嫁が夕飯の買い物に行った頃、孫が帰ってきた。お前、毎日毎日口うるさく言われても、ママのことが好きなんだなと習字の言葉について聞いてみた。すると、母大事じゃないよ、歯は大事って書いたんだよと自分の歯を指さした。私はびっくりした。前、学校の授業で、大人の歯が虫歯になったらもう新しい歯は生えないので大事にしましょうって習ったから書いたんだと言った。私はおかしくて嬉しくて吹き出した。そして、そのことは絶対に誰にも言っちゃダメだよと、男同士のいびきり幻漫をした。その日の夕飯はすき焼きだった。いつもより高いすき焼き肉だよと嬉しそうにしていた妻と嫁を横目に見ながら、孫と笑顔で目を合わせ、おいしくすき焼きを食べたのでした。微笑ましいですよね。そして秘密の共有ですね。いや、絆が深まりましたね。これは本当に可愛いお孫さんだと思います。歯は大事、そして母も大事です。